はい、皆さんごきげんよう、隊長です。今回は、10月31日、ハッピーハロウィンということで、この動画ね、ハロウィンの日に、アップロードされてると思うんですけど、10月最後の動画ということでね、今回話す内容は、タイトル分かる通り、グリムに関してなんですけど、前回ね、センズとグリムが、弱いっていう話をしたんですけど、ここ1週間ぐらい前にね、バトルパス購入しまして、グリム使ってみました、1週間ぐらい。いや、正直な感想だったりとか、ボロクソを言う動画でもありつつ、どうやったらね、こいつ強くなるのかとか、アップデの予想だとか、していきたいなと思います。アップデするでしょ、さすがに。まずはね、この動画を ちょっと見てもらいたいなと思ってます。最初はね、クラメンとちょっと話してる内容なんですけどね、どうぞ。行くしかねえ。グリム開けたけど、なんだこいつ弱すぎだろ。こいつあれだよ、 ADS とかすぐオペレーター。おお。なるほど、能力 ADS とかし、極極だけ言いたい。これさ、能力使おうとすると撃たれて死ぬんだけど俺。下手くそすぎる。いやマジベーカリーとガリロンしか使えない。あそこか。撃つときリスク高すぎるの。そうだよね、周り確保できてないと無理だろ、こんなの。全ての敵を排除しろ。でかってるみたいな、絶対ノマドみたいに武器についてない。設置後のね、なんか、それいいね、ノマドみたいに武器についてんの。なんだっけ、エール君だっけ言ってたの、それなんか。いや、隊長、そういうやつがいいみたいな。あれ隊長だっけ。そうね。いや、なんていうか、片手に持ってみた、 IQ みたいな感じで使おうとしてたけど、俺は。そうノマドみたいについてんのいいな、確かに。動画で、海外の人の動画で設置後になんか下から突き上げして、穴作って解除しそうになったら虫打ち込むっていう最強の技はあった。なるほど、確かに。確実に突き上げれる、それは強いな。いやでもそこだけ使う場面が本当にそれやばい。ハイポジとかさせんよね。そういうことだね、これは。おお、まだコピーにビジるね。多分回ってきたな。ナイス、危な。リロード中。わあ、足元空いてるところで。いいよ、カメラ。そこちょっと、これ途切れるのはいい。これはいい。エコーいるやん。実はまだ使えるな。まだ使えるぞ。やべ。武器じゃん。縦裏いるんよね。なんだあれ。エコーがおる、エコーが。やべやべ。まあでも来シーズン 1.5 倍セット追加されそうだな、普通に。いやちょっと倍率は欲しいよね。ねえ、攻撃オフでないのはきついな。はい、いかがだったでしょうか。確かに強ポずらしたりするときは強いなと思うんですけど、そこしかちょっと使う場面が見当たらないというか、せめて置き型であればなとなんか思ったりしてるんですけど、この今領事館の動画流れてると思うんですけどね、この後僕死ぬんですよ。はい、死ぬんですけど、ちょっと死に方見てほしくて。いわゆるグリムね、ガジェット撃ったところにやっぱ敵いたんですよ。正確にはね、いなかったんだけど、その近辺にいたと。で、俺思ったのはやっぱね、効果範囲狭いなっていう。明らかに。もうちょい広くてもね、いいんじゃないかなとか。5メートル、半径5メートルとかね、10メートルはちょっと行き過ぎかもしんないけど、5、6メートルぐらいあってもね、いいんじゃないかなって思ったりしてます。あとはガジェット以外にもやっぱ武器の強化。コマンドに 1.5 倍サイズ追加とかね。この辺はありそうだよね。1.5 倍サイズ追加されればね、割と
まあ、詰めたりするのも結構楽になるんじゃないかなって思ったりしてます。まあ、あとはサブガジェットが、まあ、サブマシンガン来るか、まあ、ゴネ6、まあ、ゴネ6俺結構いいなと思ってて、まあ、最近ちょっとなんだろうな、まあ、ガジェット系が多いからね、やっぱそういうの壊せるようなアップデートが欲しい。まあ、ただでさえフラグね没収されちゃってるせいで、まあ、だいぶきついんですよね今の CC ね、攻撃ね。まあてな感じでね、ちょっと皆さんもね、まあ、多分強化来てくれると願ってるんで、僕はまあ、どんな強化もらえるかとかね、ぜひ予想してみてくださいということで、グイユー。さっきのエラどこ行った？下に上がってくる。はい、よし、ほっときと。これは終わった人。あー、そっち。フラッシュバンを投げる。ビームよ。なんだ。お前。うわ、そっか、ごめん、詰めてくんのかい。なんで撃っちゃってくんの。あれ開けてるわ。カラオケ、うわ、ちょっとナイス。縦裏いるかも。おお、なんでお前ずっと見てたのそれ、ね。いやー、これはやっぱ死ぬ。あそこイロリンとこ、イロリンとこいる。イロリン死んだやっけ。味方オペレーターは残り1人。あ、バレてる。音でバレてる。